なあ、兄貴。なんで、あの野郎がイチャついてるのを俺たちが見張らなきゃいけねえんだよ。そうだ。俺だってイチャイチャしてえぞ。黙れ。俺だって、こんな惨めな真似はしたかねえさ。だが、あの野郎と来たら、すぐ権力とやらを振りかざしてよ。おお、待ち上がれ。ここは今貸し切り中なんだよ。分かったらとっとと帰りやがれ。兄貴、憂さ晴らしにやっちまおうぜ。俺たちがあんなクソ野郎のためにこんな痛い目に遭わなきゃいけねえんだよ。あいつがどうなると知ったこっちゃねえ。おい、てめえら、とっととずらかるぞ。あ、兄貴。ねえ、約束よ、約束。お仕事が全部終わったら江戸に連れてってね。まあ任せておけ。その花さえあれば金なんかいくらでも転がり込んでくるからな。だがこの町を出る前にあの目障りな浪人だけは痛い目に遭わせないと気が済まない。こいつ絶好の機会を潰しやがって。あいつ、雨風でも大きな顔してて嫌な感じ。ねえ、高沼の親分に頼んでやっつけてもらおうよ。ああ、それもいいんだ。だがその前に、まずはお前をたっぷりと可愛がってやらないとな。やん、旦那ってほんと好き者。お前は、何のつもりだ。俺を切れば、ご公儀が黙ってはいないぞ。そんな面倒を吸い込むのはやめて、俺を見逃せ。待て。ならば、ソマの秘密を教えてやる。あの供給源がどこかわからないから青戸組を壊滅させられなかったのだろう。ソマには、ご公儀の興味を持っていてな、密かに内定していたんだ。それを教えてやる。どうだ。お前の手柄になるぞ。よし、教えてもらおうか。武藤。ソマの情報が確かなものならわざわざゲスを切ることもない。そう、実は玄庵という町医者が作っているのだ。何、いい加減なことを言うな。玄庵殿は立派な医者だ。ソマなどに関わるはずがない。本当よ。だったらこれを見て。この花はソマの元になるものよ。これを玄庵が育ててるのよ。あの七しっこが診療所の裏から持ってきたのを取り上げたんだから。まさか。いや、間違いない。俺は本草学にいささかの心得があるが、こんな花は見たことがなかった。調べてみたら、花弁にかすかに麻酔作用を持つものが含まれている。ソマはこの花を原料にして調合されていたんだ。このことを知っているのは俺たちだけだ。報告はもう少し詳しく調べてからと思って。大方、ソマを自分のものとする陰謀でも企んでいたのだろう。だが、こちらにとってはもうすぐ秘密が守れるのだからな。何をする。約束が違うぞ。大義のためだ。覚悟しろ。おのれ。ちくしょう。うわっ。
俺の覚悟が足りぬばかりに、お主にだけ汚い仕事をさせるところだった。だが、俺はもう迷わん。もはや同心の武藤剛四郎は死んだ。これからは、お奉行のため、大義のため、陰に潜んで悪を切る。それにしても、ソマを作っていたのが、玄庵殿であったとは。やはり、切らねばならん。切らねば。